立川段之助でございます。本日は、段之助ドキュメンタリー落語の一席でございまして、なんとテーマは「偕楽亭ブラック」という、もう大変に、語りがいのある人でございます。もうとにかくもう落語界ね、最近本当にまあ一応あちこちでね、落語は盛んだとかね、落語が、随分ブームだとか言われてるんですけど、昔からもう50年以上落語をね、見たり聞いたりしてるわけでございますが、もう最近の落語界はね、あんまり面白くないんですね。もう落語皆さんうまいんですよ。もう若手の落語がみんなうまいんでございますけどね、面白い落語家さんってのはいないんです。で、今落語界で本当に面白い落語家さんはブラックさんぐらいなんです。ユニークったらユニークですよね。見ただけでユニークですからね。何しろね、外人の顔でございます。もちろん外人じゃございません。外人じゃないというのも不思議でございます。半分外人なんでございます。もういわゆるハーフ。今ハーフというのも言っちゃいけないんだそうでございます。日本人とアメリカ人の間に生まれた子供でございましてね。あれ、日本人とハーフだと思う人あんまりいないですよね。ですからブラックさんがね、よく街を歩いておりますと、アメリカあたりから来たね、観光客の外人さんからよく声をかけられるんです。日本人はね、外人さんに声かけられてもね、英語ほとんどできませんし、できても恥ずかしがってね、喋られると困るかなと言ってね、あんまり話にならないんでございますけどね。で、困った外人さんがね、ブラックさんを見るとね、外国の人が来たね、なんか日本人っぽいか、日本に生活してるようだから、あの人と喋るとね、なんかいろいろわかるんじゃないかと思って聞くんですよ。ところが、ブラックさんはね、とにかく顔は外人。顔は外人なんですけど、英語は一切喋れない。確かね、お母さんがね、もうアメリカ人が、お父さんになったんで、ひょっとしたらまたアメリカ行ってね、暮らすこともあるかと思って、インターナショナルスクール、アメリカンスクールかなんかにね、小学生入れたらしいんですよ。ところが、いくら英語をね、教えても覚えないんです。落語はすれば覚えるんですよ。落語は覚えるんだけどね、英語は覚えられなかった。いまだに英語はほとんど喋れません。で、アメリカ人の血が半分入ってるんですけど、乳製品が一切食べられないって、不思議な人ですよね。本当にね、牛乳飲まないだけじゃないんですよ。もちろんバターもチーズもダメ。ね、もう、これアイスクリームだってね、中にね、ミルクが入っておりますからダメですからね。で、ステーキなんかでもバター炒めダメ。とにかく普通のサラダオイルかなんかで炒めないと、バター炒めだとね、ステーキも食べられないです。焼肉とかステーキ大好きな人なんですけど、とにかくね、乳製品がダメなんです。顔は外人で、お父さんが、アメリカ人のハーフなんですけど、とにかくもう純日本風なんです、あの方は。さっき言った英語が喋れない、乳製品がダメ、映画は大好きなんです。もうとにかくめちゃくちゃ映画大好き。私が考えた中でね、もう日本で一番映画を見てる人じゃないか。年間300本を下回ったことはないっつってんです。300本、どんなに忙しくても300本以上の映画を見てる。もう日本中の映画評論家、映画マニアよりもいっぱい、もちろんね、自分家でね、DVD 見たりね、そういうね、ビデオ見たりしたんじゃないんですよ。映画館とかね、そういうところでね、フィルムセンターやなんかね、出てって映画を見てるのが年間300本以上あるという。もうそれぐらいなんです。ところが不思議なことに、見る映画はほとんど日本の映画、いわゆる邦画。洋画は見ない。で、聞いたら、洋画面白いね。70ミリでね、スペクタルで、洋画の方が面白い。ダメだ。私は洋画だ。なんで洋画見ないの？洋画はね、出てくる人間がみんな外人だろ？みんな同じ顔に見える。あんただって外人の顔だろって言うんですけどね。外人さん見るとみんな同じ顔に見えるんだそうでございます。で、まあ、映画の中でも邦画しか見ない。それだけならまだいいんですよ。ね、歌舞伎が大好きなんです。これが不思議ですよね。絶対これはね、言えるんですけど、日本の落語家の中でブラックさんほど歌舞伎を見てる落語家はいません。もう歌舞伎は大好き。もうしょっちゅう見てるわけでございましてね。その歌舞伎もね、東京で面白いのやってないとね、関西まで行ったりね、四国までね、歌舞伎を見に行っちゃうんですよ、自分を自費で。
自分で切符を買っていって、もうそれぐらい歌舞伎が大好きなんです。まるっきり外国人の顔でやることは全部日本人。一番外国人みたいな顔をしたハーフの人が古典芸能の世界に入っちゃったんですよ。